にちは、はるにゃんでーす。イエイエーイ。今日はですね、この間アイハーブで買ったもののご紹介パート1を、ご紹介したと思うんですけれども、今日はパート2をご紹介したいと思います。いやー、それがですね、まあ、あの後続けて撮ってはいたんですけれども、まあ私またバカやってしまいまして、はい、一部撮れていなかった部分があったので、再録画しています。再録画を、はい、それでは、はい、どんどん行っちゃいたいと思います。イエーイ。はい、アイハーブ買ったものご紹介パート2、まず最初は化粧水をご紹介したいと思います。こちらです。ででーん。はい、バラのマークがついている、とてもすごく大きな化粧水なんですけれども、こちらは、この絵の書いてある通り、すごくバラの香りが顔を包んで、ふわっと女子力を上げてくれます。はい、女子力を、はい、確か日本の、似たようなやつで、確か資生堂だと思うんですけれども、バラ園っていう、商品がありますよね。そのバラ園の化粧水みたいな感じですね。はい。そしてすごくやっぱ大きいので、バシャバシャ使って、もうたっぷり保湿してバラの香りに癒されるという、まあ、そんな感じの化粧水なんですが、こちらは 7.50 ドルだったかな、7ドルくらいだったと思うんですけれども、もちろんこちらもすごく口コミが良かったので私も買ってみました。はい、バッチリしっとりバッシャリ OK でした。はい気になった方はぜひぜひ、このローズの、なんて言うんだろう、これ、ローズペタルウィッチヘーゼル、チェックしてみてください。イエイ。そしてお次はですね、こちらは美容液になるのかな、ナウフーズの、ヒアルロン酸クリームみたいな感じですね。こちらもすごく口コミが良くって、私も気になって、ちょうど美容液がなくなってきたところだって買ってみたんですけれども、これちょっとびっくりしました。はい。まあ、化粧水、まあ、つけた後に、ちょっとね、結構なんて言えばいいんだろう。本当になんかもう白いクリームみたいな、軟膏塗ったるかみたいな感じだったんですけれども、いや、本当にすごく軟膏っていうのかな、この、すごい、なんか最初伸ばした時に、なんかすごく白くなるから、えって思ったんですけど、ちゃんと伸ばせば綺麗に馴染んでいってくれます。そして匂いもすごく柑橘系の爽やかな匂いがあって、でこれを塗ると本当に肌がもちもちしっとりして、朝までそれが続いていてくれます。だから私たまに、なんだろう、ちょっとクマとか気になったりとかしてアイクリームとか塗ってたんですけど、これ使ってからアイクリームいらずになったかなっていう感じです。はい、うん、やっぱりすごく柑橘系のいい匂いがする。もし柑橘系の匂いが好きな方だったら、すごくおすすめです。はい。ナウフーズのヒアルロン酸アシッドクリームっていうのかな。はい。チェックしてみてください。イェイ。そしてお次はですね、シャンプーとリンスをご紹介したいと思います。イェイ。こちらですね。こちらは、ネイチャーズゲートのヘナシャンプーとコンディショナーです。はい。これはもう本当にすごく人気があったので、いや、これはちょっと一回試してみなあかんと思って買ってみたんですね。で、確かこれはヘナなんですけど、他にもザクロの、香りもあったようで、まあ、とりあえずヘナってみようと思って、ヘナってみようと思って買ったんですね。で、なんだろう。ちょっとね、これ洗って、シャンプーだけ一回したらすごく髪がキシキシして、え?って思ったんですよ。で、リンスを使ったら、サラサラっと仕上がって、やっぱこれはね、シャンプーしている時はキシキシするんですけれども、乾かした後がもう最高でした。しっとりサラサラっていう感じになったので、何これいいじゃん!なんだ、ちょっとキシキシするけど、もう仕上がりは最高でした。だからこれちょっと、お母さんと親子で使っています。はい。すごく仕上がりがしっとりふんわりまとまる感じなので、ザクロの香りの方もちょっと試してみたいなと思います。香りの方はですね、そうですね、全然強くないです。弱い方ですね。なんていう匂いなんでしょう、これは。うん、なんかこう、なんていうのかな、ドクターペッパーみたいな匂いするけど、別に髪には全然そういう匂いは移らないし、自然な香りですね。なんか、自然な香りってどんな香り?そして
お次はですね、オーガニックスロートコートと言います。はい、スロートコート、これはハーブティーになりますね。はっきり言ってこのハーブティーはあまり美味しくないです。はい、美味しくない、まずいですね。はい、まずい。まあでもこのスロートコートというのは実は結構プロの歌手の方、噂によればビーズの稲葉さんとかも飲んでいるぐらいのすごいハーブティーなんですけども、まあ喉のケアですね、乾燥とかケアをしてくれるハーブティーになります。だからカラオケ行って喉を使って疲れた日とか、私なんかよくライブの時に煮出してペットボトルに入れて水分補給と喉のケアと一緒にっていうことで、スロートコートよく飲んでいます。はい、だからあとそうだな、なんか最近よく朝とか起きた時とか乾燥するかと思うんですけども、喉がすごくガラガラっていう時の水分補給と喉の保湿にもすごくいいと思いますので、このスロートコート確かにまずいですけれども、ね、喉の乾燥とか歌やる人とか気になる方は一度ちょっとまずいの我慢して飲んでみるといいと思いますよ。はい、スロートコート。そしてお次はですね、最後になるんですけれども、じゃじゃじゃんじゃじゃじゃん、これは全粒粉のパンケーキ&ワッフルミックスと、こっちはチョコレートケーキミックスです。はい、実は私結構お料理とかお菓子作りとか結構好きな女の子だったりするんでございます。はいはい、そうなんですよ。だからこういうの結構持っとくと、全粒粉なんかすごく体にいいので、これを使ってクッキーを作ったりとかパンケーキを焼いたりとか、普通のホットケーキミックスを食べるよりかもね、体のすごくいいケアになると思うし、あとやっぱチョコ好きなのでチョコミックスも買ってしまいましたね。はい、お値段もそんなに高くなかったと思います。いくらだっただろう、多分3ドルか4ドルくらいで手に入るので、はい、だから、甘いものを食べたくっても体に良くて体のケアになるようなものを食べればいいやと思ってもしこれ美味しかったらまたリピ買いしちゃおうかななんて思っている、ケーキミックスです。はい、ということで、はい、ということで、なんか今日はいっぱいいっぱい買ってしまいましたけれども、シャンプーもはい買ったりとかしてしまいましたけれども、iHerb 本当に今最近ハマってます。毎月頼んでます。はい、でこちらの iHerb はアメリカから来るんですけれども、大体私いつも普通の海外コスメとかは注文しても1週間ぐらいかかったりするんですね。ですけれどもこの iHerb はもうすぐ発送してくれるので、最短でだいたい3日から4日で家に届きます。すぐもう本当に手にすることができるような感じで、でお値段、送料とか気になる送料かと思うんですけれども、送料も佐川急便で4ドルだから350円ぐらいで届けてくれるので、すごくすごく大助かりです。はい、だからもしこの機会に何か iHerb で私が紹介したものでも、もし気になるものがありましたらぜひぜひ試してみてください。はい、それじゃあまた iHerb の商品買ったらまたこういう動画作りたいと思います。それじゃあまた次の動画で会いましょう。メイクチャンネル、ライフチャンネル、ダンス&歌チャンネルもどうぞよろしく。それじゃあまたねー、バイニャー。最後まで見てくれてありがとうございます。バイニャー、ニャー。